こんにちは、シュです。今回もマリオやっていこうかなと思います。今日ね、こっからやっていこうかなと思います。ここがね、出てこい巨大ウツボなんだよね。私ウツボね、あんまり好きじゃないんだよね。顔が結構怖いんだよ。で、64の頃のウツボって結構怖いんだよね。なんだけど、今やってるのが DS バージョン、 DS バージョンでリメイクバージョンなんだよ。なんで割と綺麗になってんだよね、グラフィックとかで。ウツボのね、顔も割と美形になってんだよ。なんで割と整形後だからそんな怖くない気もするんだけど、いた、あいつだ。確かあいつの尻尾についてんだよね、そのスターが。なんで一回あの祠、これさ、リアルのウナギウツボだっけ、こんな感じであれなのかな、どっかにこう入ってんのかな、どうなんだろうね。私、いや、まあ、痛い、ちょ待って、ちょ待って、操作下手すぎ。オッケー、取ります。私こうウツボとかあれでしか見たことないね。あの良い子のあれで浜口が取るやつ。落ち着いて、待って、操作むずいな。待って、息が続かない。落ち着いて、いける、いけ、よっしゃ、よし。そんな遠くに置く、そんな遠くに置かないでよ。ちょ、私はよろ、いけ、よし、ずる。皆さん、私学びました。もうここケツんとこもう行くわ、ここでしょ。よっしゃ。てかこれで取れないのちょっとずるくない？いや、これね、昔ね、なんか黄金伝説って言って無人島に行くテレビがあったので、そこで良い子の浜口さんがこういうなんかうなぎかウツボかわかんないけど取ってたね。それのイメージがすごい強い。なんか今ないよね、そういうテレビ。オッケー、いや、ここ動画外でやろうかな、海のステージ。ちょっとなんかぐだっちゃいそう。よし、今日ね、こうやってます。今日水界だね、水。ここは、お、待って、これ確か水なんだよ。この下ってなんだっけ、これやられる。お、なんだここ、うわ、え、クッパ、うわ、クッパ。私見て、一機しかないんだよね、いけるかな。お、でも見て、みんな大好き緑の綺麗なのある。いやいや、これマジありがたいね。これ取ります。はい、はい、で、ここで確実に乗ります。いや、冷静。昨日ね、待って、ちょっと昨日ね、あの、お次めっちゃあるじゃん、ツイッターでカービィのエアライドっていう、エアライドっていうのがトレンド1になったんだよね。カービィのエアライドっていう、そういうゲームがあるんだよ。あの、ゲームキューブかな、あって、それのね、リメイクが来んじゃないか疑惑みたいの出てて、それで、なってたね。みんな知ってます？カービィのエアライドっていうゲーム。それが割と神ゲーみたいな感じで。よ、お前、ついてきすぎ。ストーカー気質。オッケー、ナイス。こっち行きの、合ってるかな、道。あー、赤コインか。なるほどね。クッパ今日倒して終わるかな。今日なんか動画終わるの早いかもしんない。で、なんでそのカービィのエアライドが話題になったかっていうとね、なんか、商標登録みたいな、任天堂さんがなんか登録したらしいんだよね。で、それで話題になったね。ただ、全然公式とかの情報じゃなくて、なんかあくまでも噂っていうか、商標登録されたから、そのカービィのエアライドが出るんじゃないかみたいなことを言われてただけで、なんもその革新的なのはないね。いきます。今、結構これ難しい。お、これ何？はい。あー、コインか。まあ、いらなくはないけど、なんだよ、ボム兵。こんにちは、どうぞ、下のマップをご覧ください。覚えましたか？お、青、赤コインの場所か。なるほどね。こいつ赤コインも教えてくれるんだね。あ、で、その、協力に、ゼルダの伝説とかも入ってたし、あとね、マリオサンシャインも入ってたね。え、これどこ行くの？私。あー、これ棒になってんだ。なんで、いいね、これ難しいね。もしかしたら出るかもしれないなっていう、あれだね。お、え、めっちゃあるんじゃん、こいつ緑のやつ。そんなに私のこと好きかな。はい、乗ります。いいね。クッパね、でもね、割と簡単だね。クッパの尻尾つかめるんだよね、この時代。うわ、尻尾つかんでいくみたいな、そういう感じなんだよね。はい、飛びます。いや、オッケー、ナイス。届きの、これね、歩いた方がいいね。すごいなんか動画的には遅くなっちゃうかもしれないけど、冷静にいた方がいい。よし、意外と何回かやられた、何回かやられて帰ってきたね。いや、私の中では、カービィのエアライドより正直ね、マリオサンシャインの方がやりたいね。カービィの、いや、いたー！カービィのエアライドね、酔うんだよね。なんで、面白いんで、私もやったことあるんだけど、え、これどこ行けばいいんだ、次、私。あ、左かな？いや、合ってるっぽいね、こっちでいいね。なんか、こいつ強いわ。こいつ基本的に無視した方がいいね。構わないでいこう。お、次の子。下がってきたね、これ。はい、叩きます。あれかな？いや、すごいね。こいつめちゃめちゃ私最近かまってくるな。大好きかよ。どうしよう。これはこっちか。こっち。なんか皆さんあんのかな？やりたいゲーム。なんかね、任天堂さんのゲーム。これマリオとかもそうなんだけど、任天堂さんね、3ヶ月に1回かなとかに、おお、そこってきた。
そのあれがあるんだよね、あの任天堂ダイレクトっていうそのゲームの情報が来るんだよね。今開発中とか何月に出しますよみたいな、そういう情報来て、それがまだ今年来てないんだよね。最後に来たのが去年のね、いつだっけな、待ってこれ乗るわ、去年の10月とか11月だった気がする。なんでそこでね発表あるんじゃないかなみたいな、そういう私も意外と楽しみにしてんだけど、まだ来てないね。はい、まあそろそろクッパでしょ。待ってこれ難しいな。はい、オッケー、ナイス。んなんだこれ、これ落ちていいのかな、落ちて、あーなるほど、棒来るんだ。すごい、なんかめちゃめちゃ上下に動くねこのステージ。なんで割と待つのも大切かも。はい、うますぎ。でこっち行けるかな、行けるね。で上りの、でもこのステージ長、あ来た、待ってこれセーブポイントないの、なんこれ星なんかこの小学生の DS に貼るシールみたいな感じ。オッケーナイス、さあ来たよクッパちゃん。待ってこれさ、負けたらやり直すのが超大変なんだけど、いい加減にしろ、こっちのセリだ。いつもいつも我が輩の邪魔をしようって、せっかく怪物たちと楽しくやってるという。おい、怪物たちとかにいんのかな、あれかロイとかかな。スターを返すんだ、壁の中のやつらにはそいつがいるんだよ。何言ってんだ、わかんないけど、そうだよね。おなんかさ、あれじゃない、うおいつも通りケツ掴もうとしたらめちゃめちゃ揺れてびっくりした。うわ待て、初見はずれ、私そのギミック知らなかったよ。ただもう慣れた、チャーシューキャッチ、オッケー。さあこれね、当たんねえか、やべ待て、みんなちょ待て、シューの限界、待て一回落ち着こう。そんなギミックあんの君、待って難しいわ、非常に難しい、この尻尾掴むの。でもね、前回、前回これあるじゃないですか、この爆弾一回当てるだけで終わったんだよね。なんかマリオの世界って基本3回じゃないですか、なんだけど1回やれば終わりなんじゃないかなと思う。1回寄せます、痛い、よかった、こっからだ。そうだよね、大変だもんここまで来るの。さあみんなちょ待て、結構これやると下手くそっていう意見が来るんだけど、ちょ初見ってことを踏まえてくれ、もうやられない。こいつはヒップドロップ1回してきたもんね。さあいいよ、はい学びます、学びがすごい。私全力で走ってんだけど、それ回避不可ってやつかな、たまにあるよねゲームで回避不可のやつ。いやこれすごいわ、新ギミックだね。なんか透明になるクッパって初めてじゃない、私見たことないよ透明になるクッパ。さあ皆さん使いました、これどこにあれがあるかっていうと、ここだね。いや当たってんだろ、よしこれ1回で終わりかな、あ1回で終わりっぽい、嬉しい、むずすぎ。さあさあさあ勝ったね、グググワ、こうも簡単にやられるとは、スターの力が足りんのかな。我が輩は絶好調の時なら貴様なんか敵ではない、今回は引き分けだ。いやマジ強かったわ。これピーチってささらわれてんのかな、今なんかピーチってブミ出てきてるけど、次 A 連打して、おえもうこれ私ラスボスいけんじゃない、この鍵持ってるってことは、これまだパート5ぐらいかな、6ぐらいかな、これ真ん中の鍵でしょおそらく、多分開けれんのかな。なんかね、一番メインのところに真ん中に鍵があって、そこがまだ開けれないんだけど、この鍵で開けれんのかな、ちょ行ってみようか。さあ今帰ってきて、ここの鍵じゃないこれ、違うかな、えこれなんかラスボス感ない、一番中央にあるから、私どこにラスボスあるか覚えてないけど、おー、なんか終わりかなこのパートも。さあ来ました、うわまだいっぱいダンジョンになってんだ、入れなかった気がする。そうだね、なるほどね、これここは入れんじゃなかったかな確か、あそうだね、この入れるときこうやって歪むんだよ。でどこ行こう、えここなんだろう、おー、クリボーね、うわこれ覚えてるわ、どっか1個が入れんだよ、入れたわ、巨大パックンフラワー、今日ここやって割ろうか。いやもうすっかり熱く、おお私が小さいのかクリボーがでかいのかわかんないな、どうしよう、入れる、うん、すごいね、面白いねこれ、なんかやったことある気がするわ、この私が巨大になってるみたいな。これ待って、どうやって上行くんだ、あ普通に行けるね、待ってこれ入るとさ逆転するのかな、もしかしてそのでかさが、いやそうじゃない、いや面白い面白い、では次どこ行けばいいの、うんまだここも一回入ろうか、もう戻ります、戻ってこっちにボタンがあったんだよね、なんかやっぱでかい方が無敵感あるよね。でここにボタンがあるんだよ、うん
こっち合ってるかな、合ってんのかなこれ。え、わかんない、違うな、これ私帰れなくなる、もしかして。あ、こっちも入れんだ。あ、こっちだと思った。あ、すごい、え、面白い。え、で、巨大パックフラワーはどこにいるんだろう。なんかね、ここにあれがあったはず。甲羅、甲羅でなんかベイブレードできるみたい。あったあったあった、ノコノコだ。こいつ確かね、滑ってけんだよね。ちょ、一回倒すわ。こう倒しの、あれ、あ、これ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 。さあ、来ました。全然巨大パックンフラワーいないんだけど、巨大クリちゃんしかいないんだけど、私どうすればいいんだ。顔怖くない？そんな真顔で見つめないで。何こいつ、やだわ。え、入る一回。どこにいんだろう。これで私でかくなれんだもんね。でかくなって、うん、これどこについてんだろう。あ、これさっき私押したやとこじゃん。これぐるっとなんかダンジョンが一周になってんだね。ただ巨大パックンフラワーがどこにもいないんだよな。それを倒したいんで、これ上行けんじゃないかな。あ、行けそうじゃない普通に。はい、ちょっと待って、この感覚が私苦手なんだよね。行くよ。はい、 OK、 ナイスナイスナイス。どこ行けばいいんだ。あ、これさっきのノコノコじゃない。これでかい状態なら多分行けないんだね。小さい状態ならとりあえず上行ってみる。あ、分かったかも。私一番上じゃない、違うかな、これ土管入って一番上じゃないかな。これ入りので、ここで一番上行ってみようか。そしたらなんかあるんじゃないかな。お、なんか今いたな、いたな、今いたよね、見えた、みんな。はい、こいつに投げてもらって一番上行くんじゃない。来た、こいつ邪魔だなマジで。いけ、よし、頼む、やめて、はいはいはい。とりあえず上行けばなんかあるでしょ、ギミック。なんだこれは。叩きます。おお、え？でもこれ絶対違うね。巨大パックンフラワーじゃないよね。頂上になんかないかな。ああ、さっきの水しかないんだ。まあ、いいか、あれ取って終わるか。